撃お直し企画ということで、こちら株式会社メリーさんに寄ってきました。やりたかった。じゃあお次はまゆさんに来ていただきました。こんにちは、お願いします。どうですか、お悩みある？あります。本当？なになに？眉毛が薄いんですよ、もともと。なんで眉毛の描き方がちょっとよくわからない、うん、あとカラー、今ベージュのワントーンメイクですごくなんかノーブルで柔らかな雰囲気に仕上げてるんだけど、もしかするとちょっとその透明感のある肌を引き立てるべく、うん、青みっぽいカラーとかも使えるタイプだから、そういう色を使ってより澄んだ印象をアップさせるのもいいかななんて思ってます。やってみよっか。それでね、すごくね、まゆさんいいアイテムいっぱい持ってらっしゃるの。めちゃめちゃおしゃれなね、韓国コスメとかトレンドのものいっぱいあって、あら、いい感じに大事に使ってるね。ライライ、いいよいいよ。私がね、いつも推奨してるのはグレイで最初にちょっと隙間を描き足して、眉自体を一回ボリュームアップさせてからカラーをオンするっていう流れを推奨してるんだけど、このね、韓国コスメ好きじゃん、はい、ペリペラのスキニーブローすごいよ。そうなん。このグレイでちょっとだけ眉頭足すとキリッとしてくると思う、うん、グレイでこの眉の形を描くんじゃなくて毛を生やしてるの今。あ、1本ずつ。そう、1本ずつで、1本ずつ生やすときにカラーでやっちゃうとやっぱり地毛となじまないんだよね。そうなんだ。だって自分の毛黒いじゃん、だから最初に1回これで、増毛しちゃうの。へ、濃い色は避けてこっちの薄い2色で、増毛したところ含め自分の眉、自分の毛も増毛したところも全部巻き込みながら、染めます。私普段の基本のアイブロウの工程に眉マスカラマストで入れてないんですけど、毛質が柔らかくこうやってスクリューで溶かした時にうまく流れるふわふわりんの人には眉マスカラを推奨してます。ケイトの 3D アイブロウカラーのピンクベージュ、なるべく量を薄くしたいんで削いでほとんど取っちゃう、ほとんど取っちゃって、ちょっとでいいからでちょっと逆らいつつ染めていきます。すごい、全然違う。やっぱりベースの黒が残ってるのね、ダメじゃないんだけどラフな描き方で、でももうちょっとしっかりきちんと眉を作っていきたいという願望にはこのやり方の方が、パーフェクトアイブロウかなと思います。では毛だよ、毛はそう生えてない、ここはこう生えてる。でこっちに行ったらこう生えてるよね、ないところ、こういうこと。毛、縁を取ってるわけでもない、毛をこっそり描き足してる。そう、その持ち方でございます。これはね、染めちゃっていいの、形をもう全部。そう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 、もう全部生え切ってるんで、そのまんま塗り絵のようにそのところを染めちゃっていいの。ここは楽なんだよね、皮膚につけないようにね、そーっと逆らうように。そうそうそう、あ、慣れてる慣れてる。こんな素敵なアイブロウだったら絶対おでこ出したくなー。今眉が結構完璧になってきたから、もう気持ち力出してもいいかなっていう感じがして、ちょっと失礼。アイラインかな、アイラインが効果的に見えなくないですか、やっても。はい、そうなんですよ。どれでやってる？これで。かわいい。ちょっと赤み締まるね、結構。今ね、これぐらい引いてあるのね、まゆさん。もう少しこうやってまぶたを引き上げながらまつげの隙間まで行ってほしいのと、プラス1本引いても見てみて、あんまりわかんないんだったら閉じて、その上にもう1本引かなきゃいけない。そうやって開いたり閉じたりしながら効果が感じるところまで太さが必要になってくる。はい、開いて、はい、閉じて。で、特にこの目頭のところがお肉かぶるっぽいんで、目頭だけ太くして閉じた時に綺麗な線引いてもしょうがないんだよね。これアイシャドウ見ていい、ヒンスの可愛いパレットね、これ人気のやつですね、この一番ダークカラーで。今アイライン結構太めに入れてるから、その上をちょっとさすってぼかしておくと、まあ、もしこの閉じた時の境目が気になるんだったら、太くラインを入れた時はこういう色でぼかしておくといいかなと思います。 C のやつ
このチップに、ヒンスの一番ダークなブラウンをのせて、アイラインのすぐ上、まあ、もしくはアイラインの真上と思ってもいいでしょう。そこを動かします。はい、そうすると閉じた時もちょっと気にならないかもね。もうちょっと上までラメ直しちゃおうかな。大胆にいっちゃう。でここからはちょっと最後に透明感だし、私が言っていた、まあ、これもすごくこのねベージュな感じの柔らかなパレットなんですけど、ちょっと青みのカラーがないから、エレガンスラズルの05番、これでもねちょっと透明感出すだけの、ほらこういうね結構シアなんですよ。だからねこれちょっとハイライトみたいにします。これをこの辺の肌につけちゃう。そうするとねスーッとね肌の目の周りから輝きと青みが出て、肌がね余計澄んでくるよ。チークは今この多分オレンジ使ってらっしゃるから、ベージュの上にこの青みさん大地にのせてみようかとね、どんどん肌がねなぜか不思議なことに白っぽく見えてくる。あのまゆさんが今やってるこのベージュのリップ、これの上に青みの色チェンジャーとしてこのセルボークの、ブドウちゃんのグロス、エンスロールグロスの12番、単体でつけずにこれベースでちょっと青みにシフトさせるだけのニュアンスカラーとして使います。ベースにいつもやってるベージュメイクが仕込んであるから、どこか気恥ずかしくなく自分らしくちょっと青みにチェンジできるね。少し色があってもいいし、あとそのツヤ、肌をいじらずしてツヤ感と立体感が出たというのはすごく、ま、どのパーツも効いてたかなと思うね、はい。めちゃ前おしゃれな人って、はい、ありがとう、まゆさんでした。頑張ってまたね。では最後はゆきりんに来ていただきました。よろしくお願いします。なんかメイクの悩みとかありますか？メイクは、結構目元の、このクマとかが結構気になったりとか、どうした？ここがなんかちょうどこの前子供がいるんですけど、1歳半の子供にスマホでガンってされちゃって、ちょっとなんかちょっと青くなっちゃったねみたいになってて、その治りかけなんですけど、なんかこういうトラブルも結構あったりするので、そのなんだろう消し方、はい、カバーの方法とか、クマとかも含めね、はい、分かりました。カバーの仕方、はい、そうですね、やはりあの美しいこの目、強い目を生かすべく、やっぱりね、ゆきりんも眉毛がちょっと近いかな、目と眉の距離が、とはもしかするとヘアカラーも明るくていらっしゃるので、眉毛も気持ちカラーで明るくしてもいいのかなっていう気がします、眉毛が数ミリずれるだけでもずっとまた垢抜けてきますので、そのあたりをやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあまず眉からいっちゃおうかなと思います、はい、とはいえ結構生えてるんで上に移動するっていうか、ちょっと上だけ描いて、逆に下の方はほとんどいじらないっていう、ただそれだけです。上のフレーム部分をちょっと描き足し、下は描かない。今本当に上しか描いてないでしょ。上の部分だけ描き足して中は描かない。眉マスカラの色付きを今回やってみるね、はい。髪が超ハイトーンの人に登場するインプレアのアイテムでして、相当黄色いんだけれども、これにゆきりんの黒い毛がミックスされたところを想像してみよう。するとねちょうどいいんじゃないかなと思うんで、この色ちょっと思い切っていってみたいと思います。普通に黄色は感じないです。そうなのよ、なじみます。程よきアッシュって感じ。大人やっぱり黒があるから。そうなの。あー全然違う。染まったでしょ。こっちの方がやっぱなんか垢抜けた感ありますね。すごい。どっちも正解。この黒みを生かしたのも正解、今日はちょっといつもと違うっていうところでやってます、いや可愛いです、すごい。ジェイキリン自分でチャレンジ。これ皆さん自分でやるときはこっちやってこっちじゃなくて、あの1工程ずつこう左右同時進行でやってください。これをいつもやってます。なるほど、そうなんですね。そう、いいよ。反対見て、合ってる？同じぐらい。いいよ、大体でいいよ。大体で大丈夫ですか、はい。なんか色、やっぱりこういうのちょっと挑戦しにくかったんですけど、そうですね、なんか馴染んでるから。そうなの。
で、あと1個そのカバーだね、目の周りのカバー、はい、カバーはちょっと気になるね。お使いになってるアンドウルフのクッションすごくいいものなので、はい、こちらをちょっと出して、少し大きめのスポンジ、これ私が大好きなロージーローザですけれども、うん、このふわふわのスポンジにちょっと取り出しましょう。ファンデーションだけでカバーだとやっぱりちょっと物足りないと思うので、うんうん、でコンシーラーだけでいくと多分すごく皮膚も薄かったり、こういうトラブルとかを隠すのにちょっと目の周りがゴワッとしてしまうこともあるので、うん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 、私がよくやるのはファンデとコンシーラーのミックスです。あ、なるほど。コンシーラーだけだと少しハイカバーすぎたり、うんうんうん、その分この緩める液体と混ざることでちょうど扱いやすくなるのね、うんうん、それでこのコンシーラーをここにハイライトといって明るい光がついてるから、光の力もミックスするともう最強です。ここ今こすらずに垂直にタップしていきます、うんうん、美肌ゾーン、これは私の本の中でもいつも言っている目の下のクマからシミそばかすを通って頬骨のところまでと言っているんですが、このゾーンに対して、ファンデーションミックスのコンシーラーを持っていきます。気持ちいい光入れてるんでやっぱ明るめに出てきます。でも美肌ゾーンは気持ち白いぐらいで OK です。ちょっと見てみて、あー消えたなくなりましたね。ね、すごい。でそこって結構ファンデーション持ってもいいんだよって私言ってるんですよ、うん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 、かわいいの持ってるじゃない。涙袋をもう少し強化して、涙袋はここだよ、この下は美肌ゾーンだよという境を、うん、きっちりメリハリ出すことでもっと肌が綺麗に生きてくる。こういうちょっとクリームのチーク、ジョルジュ・アルマーニのネオヌードカラーバーム、クマとかカバーしたところのすぐ下のあたりにほんのり入れてきます。おー全然華やかでしょ。なんか顔色も良くなりますね、やっぱり。ですし、うん、何かその小さい目の下の何かがあんま気にならないじゃん、もう、うんうんうん、緻密に言ったらもしかしたらここの青いところもうちょっとコンシーラーいろいろ叩きたい気もするが、なんかそれはいいかなって気がします、うんうんうん、やっぱり熱くなるし、うん、すごいおしゃれな感じですね。持ってるものがおしゃれだからね、うん、なんか自分じゃなんかでやらないです。そうですよね、すごい素敵です。ゆきりん大成功ということで、もうぜひ私の会社にも来てという、会社さんがありましたら、ぜひ概要欄のお問い合わせフォームから、ご連絡ください。もう行っちゃう行っちゃう。また、次回もですね、企業を訪ねてハンティングしてみたいと思います。ということで、今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしております。前回もたくさんコメントありがとうございました。そしてチャンネル登録をまだな人はよろしくお願いします。それでは。